国道23号、国道23号、国道23号は、愛知県豊橋市から、三重県伊勢市へ至る、一般国道である。愛知県東部の豊橋市から、三河湾や伊勢湾岸に沿うように、名古屋港を経て、三重県伊勢市に所在する伊勢神宮とを結ぶ、延長約 241km の一般国道の路線で、主な経過地は、愛知県蒲郡市、西尾市、 安城市、知立市、名古屋市、八富市、三重県ふわ市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市である。三重県には県庁所在地でもある津市の中心市街地を迂回する形で鈴鹿市と松阪市を結ぶバイパス道路がある。三重県内の主要都市をほぼ網羅する形で結んでいるため、同県内では大動脈の役割を果たす。 元々は1952年指定の旧一級国道23号で、三重県四日市市と宇治山田市、現伊勢市とを結ぶ三重県内の一般国道の路線であった。1975年の一般国道の路線の追加指定の際に、在来の国道1号バイパスなどに指定されていた愛知県と四橋市四日市市間が編入され、現在の路線となった。起点から、 三重県四日市市にかけては国道1号に並行しており、そのバイパスの役目を果たす。このうち愛知県豊明市市の区間、名4国道については、並行する国道1号が名古屋、桑名、四日市の島市以外は2車線区間、片側1車線が多く混雑が激しいため、事実上のメインルートとして機能している。一方で豊明市等は、 国道1号が全線4車線なのに対し国道23号、名湯高道路は一部区間未開通で、開通区間も暫定に車線区間が多いため、バイパスとしての機能は不十分である。国道23号の四日市伊勢間は、東海道から日永の追い分け、現、三重県四日市市追い分けで分岐して、伊勢神宮へ向かう街道、伊勢街道、三宮街道として、 江戸時代からにぎわってきた道を継承するものある。その歴史は古く、皇室ゆかりの伊勢神宮へ続く信仰の道でもある。平安時代までは伊勢神宮に参るのは皇族のみとされてきたが、徐々に伊勢神宮信仰は広がりを見せ、室町時代には一般庶民も参詣するようになった。15世紀頃には、桑名から日長の18キロメートルほどの間に、 石書が60箇所も設けられ、通行量を徴収していたという。江戸時代中期になると、庶民の間で、お伊勢参りがブームとなり、伊勢街道沿線は、経済的にも潤い、各地から情報や物資が集まる一大拠点にもなっていた。明治時代に入ると、伊勢参りのブームは沈静化するが、代わって、伊勢神宮は、国家神道の聖地に祭り上げられることとなり、 1885年、明治18年内務省国時代6号、国同票にて、国道9号、東京より、伊勢総業に達する路線として指定された。さらに、国家主義、軍国主義が強まった、大正時代には、1920年、大正9年施行の旧道路法に基づく、路線認定で、国道1号、東京市より、神宮に達する路線となり、明日ともに、 日本を代表する、幹線道路となった。昭和時代に勃発した太平洋戦争が1945年、昭和20年に終戦を迎えると、これまでの対象国道は廃止され、国道1号は東京大阪間の東海道に譲ることになる。これまで対象国道1号だった道路は、本来の異世界道だった区間が切り離されて分離独立し、1952年、 昭和27年12月4日の新道路法に基づく路線指定で一級国道23号、三重県四日市市三重県宇治山田市、現伊勢市として指定される。1965年昭和40年4月1日に道路法改正によって一級、二級の別がなくなり、すべての路線が一般国道に統合されることになったため、 一般国道23号となった。愛知県豊橋市三重県四日市市間は昭和30年代から始まった交通渋滞緩和のために国道1号のバイパスとして名豊高道路豊橋豊明間、名四国道名四バイパス豊明四日市間が相次いで建設されたもので当初は国道1号とされた。結局この区間は1 9 7五年 昭和50年4月1日に、一般国道1号バイパスの豊橋市、豊明市間を一般国道23号として整備、すこととなり、豊橋市、高田町の国道247号、国道248号、ぬかた郡高田町西尾七竜市の主要地方道、豊明市四日市市間の名刺国道を国道23号に編入し、国道23号は、 愛知県とよはししみえ県伊勢市となった。その名残りとして、四日市付近の国道23号には、東京からの距離を示すキロポストが立っている。毎年11月に行われる、全日本大学駅伝大公選手権大会、厚田神宮西門伊勢神宮内、宮前、八区間、106.8km は、コースのほとんど、実に 70km を使っており、 季節の風物詩になっている。国道23号は、豊橋市、豊田市、名古屋市、四日市市など、伊勢湾岸を周回し、中京工業地帯を結ぶ陸上交通路の大動脈として、機能を担っている。また、伊勢湾岸地域の高速自動車国道を除いた、国道の中で最も交通量のある道路で、産業道路としての役割を果たしている。 名四国道、名4バイパスは、高速道路に劣らない規格で作られた2から6、車線の道路で、昼夜を問わず、トラックなどの大型車が多く通行しており、スピードを飛ばしている車が多い。四日市伊勢神宮間は、伊勢街道部分の旧道に代わって、中勢バイパスが並走しており、整備が進められている。距離表、キロポストは、豊橋東バイパスと豊橋バイパスは、 豊橋市細谷町、豊橋東 IC から、岡崎バイパスと地流バイパス、名市国道は、東京都中央区日本橋から、四日市から、伊勢、終点までは、四日市市小浜、大里町交差点、国道25号交差点からがそれぞれ起点となっており、大里町交差点をオーバーパスする地点で、キロポストは0キロメートルにリセットされ、伊丹区内宮前の、 70.9km まで続く。これはこの地点を起点としていた頃の名残である。一般国道は道路法の規定により、起点と終点が他の国道や港湾、空港に接続して交通網を形成することが普通であるが、国道23号では終点が他の国道とはつながらず、伊勢神宮内空の前でしまわため、全国に459本ある。 一般国道の中でも非常に珍しい路線となっている。これは道路法第5条の4で国際観光上重要な地と幹線国道を結ぶ道路が国道になりうると規定されているので国道23号もこの条項に該当するものと解釈されている。バイパスのうち豊橋市内の豊橋東バイパス、豊橋バイパスを除く。それぞれの接続路線については 各記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。